30歳ヨガインストラクターが皆さんからの質問にお答えします。今回はインスタグラムで質問を募集させていただいて、主にね、ボディメイクとか健康美容についてお話をしていこうかと思うんですが、今回ね、女性からの質問がめちゃくちゃ来てて、すごい嬉しいです。皆さん質問していただきありがとうございます。ちょっと答えきれなかった部分は、インスタグラムで回答したりだとか、また別の動画にもね、活かせれば嬉しいなと思っております。それでは、早速答えていきます。はい、では早速質問にどんどん答えていこうと思います。サキさんは太ったらどこからお肉がつきますか？私は下っ腹です。泣き泣き。めっちゃわかる。どこからつくんだろう。全部つくけど、一回ね、去年すごい減量をして、その後に90日チャレンジの理由にもなったリバウンドというか、ブクブク戻っていった時は、今までは気づかなかったけど、太もも、足にすごいついたな。太ももと腰肉、ちょうどお洋服から見えないこのあたりにつくから、人からはあんまり増えたっていうのはバレないんですけど、自分的にはすごい実感をするっていう感じでした。どのくらいの頻度で爆食スイッチ入りますか？不定期でいらっしゃいます。いろいろ食事とかも自分の中でこう試行錯誤してみて気づいたことがあるんですけど、感情なんですよね、私の食欲って。空腹具合よりも絶対今日は食べてやるぞっていう感情でバーッとお惣菜買ったりとかしてめっちゃ食べちゃうので、そのあたりかな。頻度、月に 1,2 回はありますよ。すごい一生食べてるなみたいな日ありますあります。来年からトレーナーとして働くのですが、何を一番勉強した方がいいと思いますか？いらっしゃいませ、こちらの業界へ。トレーナーさんですね、まあ、人の体を見るものなので、もちろん体の仕組みについてはお勉強されることが大前提として、私が大事にしていることは、やっぱり人の健康だったり体を見るお仕事ってすごくその方のパーソナリティに触れるというか、心とのつながりもすごい大事だなっていう風に思うんですよね。日々の気遣い、体調を気にかける、その方の様子をよく見る、サービスだけ提供できてればいいだろうっていうものじゃないものだと思うので、本当にその人の幸せを祈ってで、お客様と関わっていくことっていう心がけをぜひして、お客様に寄り添える心の温かいトレーナーさんにぜひなってください。ヨガや筋トレをしないオフの日でもプロテインを取ったりしていますか？プロテインっていうのはタンパク質のことなので、人間が生きていく上でね、必要な三大栄養素の一つとなっております。なので私ももちろん運動をしている時以外でも、普通に栄養補給としてね、プロテインスムージーとかよく自宅で作って飲むようになりました。朝ごはんをスムージーにしたりとか、最近は結構お昼めっちゃ食べたなっていう時は夜ご飯をスムージーにしたりとかっていう風にして、結構日常的にね取っています。なんかよくね、プロテイン買いましたけど全然減らないですっていうお話とか聞くんですよ。私もかつてそうだったんです。買うだけ買って一生減らないみたいな。トレーニングしてる時じゃないと飲んじゃいけないものではないので、日々のね、ちょっとおやつの代わりに甘いものを食べたい、飲みたいってなった時に、じゃあプロテインの方がいいか、そういう使い方もね、いいと思います。あと、BCAA とか EAA とかもそうですね。アミノ酸系。なんかトレーニング中に飲むといいよっていう情報があると思うんですけど、私は結構 EAA も朝寝起きのカラカラの体に栄養補給として飲んだりとかもしてるので、ぜひそんな感じでね、日々の自分の栄養補給としても考えてみていただけたらと思います。夜中にお腹が空いて、どうしても何か食べてしまいます。対策ないですか？わかる。めっちゃわかります。もう寝ちゃえばいいんだけど、もうどうにもそれができない。ただ私、これ自分の体感ですごい分かったことがあるんですけど、私ね、普段水分取るのがすごい苦手なんですよ。お水もほっとくと全然飲まなくて、多分おそらく軽い脱水だみたいになってる時が日常的にあるんですけど、お腹がね、変に空いちゃう時って、私は水分不足なことが多くて、味がついてるものを飲む、紅茶とか、あと結構ね、あったかい飲み物飲むと私は食欲が落ち着いたりします。特に夜は。なので、まあ、一日の中で、適量、正常な範囲で、まずお水をしっかりと飲むこと。あとは、普通に食べてなくてお腹が空いてるなら別なんですけど、栄養が足りてなくて変にお腹空いちゃうっていう場合もあるので、夜中になるまでの朝、昼、早い時間の夜に食べるものの質を上げていくっていうのも対策として考えられるかなと思います。まず水分をしっかりとって、栄養のある食事を取ってください。
しなやかで女性らしい体を目指すには何から始めたらいいですか？呼吸かな？呼吸がまず浅いと全部に良くない。ヨガでもピラティスでも、まあ、もちろんトレーニングでも呼吸ってすごく大事なんですけど、呼吸がちゃんとできてるかどうかって自分の体で考えたことありますか？皆さんしっかり息を吐けてるか、ちょっと実際にやってみてほしいんですけど、自分の胸の下、肋骨、ここにハの字で溝落ちって言われるとこがあるんですけど、ここの辺にね手を添えて息を吸った時に体がどう膨らむか、で吐いた時に指先が中央にちょっと寄る感じ分かります？今私手でグーッと押してるんじゃなくて、自分の体でしっかりと筋肉を意識して深呼吸をしてるんですけど、このふーって吐いた時にコルセットを締めた状態っていうのを日中日頃から意識をしていくと、姿勢もね伸ばしやすくなるし、しっかりと息を吐けるとくびれもできてくるし、お腹の縦線とかね、そういったところにも影響が出てきますので、皆さん美しい女性らしいラインを作るためには第一歩としてしっかりと息を吐いてで呼吸を深くするっていうところをね、侮るなかれ呼吸っていう感じでやってみてほしいなと思います。トレーニングもたくさんしているイメージがありますが、ムキムキにならないコツはありますか？もうよく聞かれる、これトレーナーさんとかもよく言ってる。なんか女性でやっぱトレーニングするとムキムキになっちゃうんじゃないかっておっしゃる方よくいらっしゃいます。ならない。相当努力しないとムキムキにはならない。大変厳しい言い方をしますが、トレーニングをちょっとでもして太くなったなとかでかくなったなっていう人は、その上に脂肪がついているからっていう場合が多いです。私そうでした、もともとすごいね硬いよく見えて、なんかさトレーニングするとさすぐにムキムキになっちゃうんだよねとか思ってたんです。でも実際に自分がトレーニングについてちゃんと勉強して、自分自身もトレーニングをするようになってから知ったんですけど、やっぱり大会出てるようなトレーニーたちの方々ってもう血がにじむような努力をしてやっとあそこまで成長させてるんですよ、筋肉たちをね。もう私たちが週に1回2回ちょっとジムでペペってトレーニングしたところででかくならない。相当すごいポテンシャルの持ち主よ、そんなの。でもあると思うの、自分の見た目がね体感的にでかくなってる気がする。私もそうでした。上にまだまだ余分な脂肪がついているだけなので、そこで諦めないでほしい。まあ、あとは考えられることとしては、トレーニングで効かせたい筋肉とは別のところ、筋トレしてる時の形がちょっと違うところに力が入っていて、余分なところの筋肉を使いまくっているか。例えばスクワットの時に本当はお尻だったり足の後ろ側に効かせていきたい、股関節をしっかり曲げていきたいのに、体重が前に乗っちゃってお尻が引けてなくて前ももがパンパンになっていく、前ももがどんどん太くなっていくみたいなことは考えられるかもしれません。ただね、トレーニングは悪くないの、女性はぜひむしろしてほしい。筋肉っていうのがあることによって体を燃やす力、代謝も良くなるし、体を支えていく力っていうのもできるので、体力もつくし、余分な脂肪を落としていくことにもつながるので、ムキムキにはなることは心配せずに、ちょっとガタイ良くなっちゃうって思う人は、まずはじゃあそのインナーを育てていくっていう意味でトレーニングじゃなくてピラティスを始めてもらうだとか、育ってきたその先に上についてる脂肪を落としていくことまで見据えてやめずに続けてほしいなっていう風に経験してる自分からするとね思います。胸を残してダイエットはできますか？難しいよね。正直多少は落ちます、脂肪だからね。けど私も去年その書籍の撮影の時のボディメイクダイエットと、今回90日チャレンジを通してのダイエットで、なんかね今回の方が胸は残ったので、今回は前回より残ってなんでかなって思ったんですけど、やっぱり前回よりかは体重がねまだある、2キロくらい、去年の書籍の12月くらい撮影した時よりかは体重もその頃よりは2キロぐらい多いし、あと食事に関してもカツカツにしすぎなかったんですよね。胸が落ちてしまった時ってやっぱ食事を結構ハードに管理してた。他の質問でもね、こうダイエットをしたことによって顔が老け顔になりましたみたいな、なんか張りがなくなって
って疲れている顔になってしまいましたって聞いてくださってる方もいたんですけど、そういう方はね、ぜひ良質な糖質を取ってほしいです。お菓子ではなくてお米とか、まあ、ある程度は小麦もいいと思う。なんかそういったちゃんと食事から糖質を取るっていうことを意識してみると結構肌の張りとかは保たれるし、お胸も断言はできないですけれどもペタンコになるっていうことは阻止できるかなと思います。あとはね、血流を良くしてあげることが大事なんだって、やっぱバストケアサロンの方から聞いたんですけど、なので秋型猫背の方ってもうここの筋肉ギューって固まりまくってるの、血流めっちゃ悪いんですよね。なのでしっかりともう姿勢を良くしてあげること、あと肩周り胸をストレッチだったり動かしてあげること、定期的に、そしてマッサージをしてあげることによってふわふわお胸っていうのは少しでもねキープできるかなと思います。私もできるだけ女性らしいライン、胸だったりお尻だったりっていうところはふわっと丸くして、腕足だったりお腹っていうところはねキュッと細くしたいっていうのが自分の中の理想のボディラインになっているので、そこはね今後も私もちょっと追求しながらボディメイク続けていこうと思うので、こんなことが良かったよっていうのがあったらまた随時 YouTube だったり SNS でシェアしていこうと思います。というわけでたくさんね質問ありがとうございました。ちょっと本当はもうライブ配信とかにしてどん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 皆さんからの質問答えていきたいんですけれども、またちょっとねジャンルをもっと絞ったりだとかして質問コーナーもし好評であれば2回目3回目もやっていきたいなと思っております。今日途中でプロテインだったり EAA 日頃からトレーニング以外でも取ってるよっていうお話をしたんですけれども、普段私が飲んでいるバルクスのプロテインがね今お得なセールを開催しているそうです。私これ知らなかったんですけど、実はバルクスの EAA が先日リニューアルしたそうで、容量がね 750g から 500g の飲み切りサイズになったんだそうです。なので今日もまさにお話で出てきてたように、買ったんだけどなかなか飲み切れないっていう方にもおすすめの飲み切りサイズとなっております。私今はお家でパイナップル風味の EAA を毎朝飲んでいるんですが、新フレーバーはなんとライチ風味とスポーツドリンク風味となっているそうで、全部で6種類もフレーバーが増えたそうです。こちらダイエッタープロテインご存知ですかね。これもバルクスから出ているものなんですが、実はホエイとソイどちらも入っているプロテインになって、まさにね女性におすすめしたいものとなっております。でバスクチーズケーキ風味とオランジェット風味っていう、なんかすごいよね、なかなか今までのプロテインで見たことがないようなフレーバーとなっているので、気になる方はぜひぜひ試してみてください。ダイエットの時にねちょっと甘いもの我慢したりする人やっぱり多いかなと思いますので、そういった時にちょっとご褒美としてねおやつの代わりにっていう感じで楽しんでいただけたらと思います。気になる方はぜひぜひセールの内容、詳細がわかるように URL 概要欄に載せておきますのでチェックをしてみてください。というわけで本日の30歳ヨガインストラクターが皆さんからの質問にお答えするコーナー以上となります。少しでも皆さんのね健康とあとはボディメイクの参考になれば嬉しいです。次回からはまた運動動画となりますので、皆さんそちらもリクエストございましたらどしどしとコメント欄にお願いします。ではまたお会いしましょう。チャンネル登録もお忘れなく。またねー。